こんにちは、プロトリップチャンネルです。こちらユーカリ、グニユーカリというユーカリです。まあ一般的にスタンダードなタイプのユーカリなんですが、最近ではいろいろな種類のユーカリが出てきています。尖った葉っぱ、丸い葉っぱ、三角の葉っぱということでいろいろなものがあって、今回は丸葉の葉っぱポポラスという種類のユーカリを紹介します。一般的なユーカリと育て方は一緒、よくお日様の当たる場所、水は乾いたら、肥料は春と秋に緩効性の置き肥えをやるぐらい、あとは特別手入れは必要ありません。ただし生育が旺盛なので、植木鉢に植えていてもすぐ根詰まりしてしまうので、下から覗いて根が見えているようであれば一回りか二回り大きな植木鉢に植え替えをしてください。でなければ庭に植えてしまうとかということをすると、どんどんと大きくなっていきます。姿が乱れるようであれば葉のあるところで切っておけば、また株は枝がいっぱい吹いてきてリフレッシュすることができるので、まずは根詰まりしているようであれば一回り二回り大きな鉢に変える。姿が乱れているようであれば葉のあるところで剪定して全体のバランスを整えてやりましょう。